先にそっち磨いてからキャンプとか覚えた方がいいですね。個人的に。サバイバーの追いかけ方を覚えた後に、キャンプとかそっちの方に入っていった方がいいかと。キラーを上手くなるには最初はキャンプなどせずガンガンサバイバーを追いかけた方がいいですよというお話ですが、今回は関係ありませんので気にしないでください。今回は対ハントレスの有効なチェイス方法です。向井ハンさん、トレこんばんスはは。キラーの人が上手ければ対策のしようがなく、キラーの熟練に左右されます。モバイルのりは来てる方向分かる修正は入ってないですね。分かりません。サウンドメーターがちょっと分かるぐらいね。しかしハントレス側を難しくさせる逃げ方があります。次のことをぜひ頭に入れてみてください。距離があるときは大きく回り、距離が短いときは小さく回る。マップの理解とカメラワークと反射神経が必須の上級者レベルの難易度ですが、できるようになればかなり変わってくるかと思います。あのね、キャンプほど簡単に負ける戦術ないからね、ほんまに。良くも悪くも勝つときはかす、あの、あっさり勝てるような立場、あの、戦術やけど、負けるときもあっさり負けるからな、キャンプに関しては。発電機を固めるキャンプとかではなく、ただの何の策もないキャンプの話をしていますので無視してください。モバイルやりましょうよ、おもろいっすよ。それ結構回ってるから向こう追いかけるやろうからね、今のうちに救助行こうか。にゃー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 。ハントレスで一番気をつけないといけないのが、板を倒した後の硬直している時に斧を当てられることです。板もなくなりダウンもして大損です。それを簡単にさせないようにする逃げ方が小さく回るというものです。これからチェイスになるのでご覧ください。よ、この場所だと板から奥が長く大きい、手前が短い、小さいですね。ちょ、二重輪っかやめて、二重輪っか、ほんまに一生なってるやん、二重輪っかに、ほんま。もう一回我慢しようか。もう一回我慢。ここ構えてくるから。ほい。次倒す。完璧。はい、完璧です。あかんかもこれ。いけるか。向こうから回ってきたんで、こっち行こう。自分で完璧とか言ってるのはキモいですが、距離があった時は長い方を、距離が縮まってからは短い方を回ったの分かりましたか？ハントですね、マジで。あの、さっきのジャングルのところね、短い方回れる人はほんまに粘れるっすよ。ハントレスめっちゃ難しいから。ハントレス側がなぜ難しいかというと、板を倒されると時間がかかるので斧を構えないといけないのですが、構えた時に板を倒さずに抜けられるとまた一周回られてしまいます。しかも湾曲してるポジですから、斧を構えたまま当てに行けません。次で終わりか。長い方だと構えたまま行けちゃいます。なので短い方を回ります。あ、くそ。
きだっか。間に合わんなこれ。斧取って、にゃーにゃーにゃーにゃこっち側回ってるからこっち行こうか。にゃー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 、ないかば。これで3台固まったか。あれ結構回ってんのかな、これ回ってるの。まことさんこんばんは。ラコネさんこんにちは。間に合わんかな。間に合うな、間に合うわ。何変本で？これ窓枠飛んだら死ぬから、ここも倒したら死ぬからこっち行きます。この距離だったら倒して OK。 あれを構えてからも逃げれるから、あれぐらいやったら。変わったね。ハントレスのチェイスはね、難しいっすよ、ほんま。あの、板倒したら斧投げられて終わるから、その距離感、距離感が大事。オメグ大丈夫か。それではご視聴ありがとうございました。